今日は、レッドローズアップルを買ってきました。すごく珍しい。日本ではほとんど見ない。まあ、ローズアップルですね。はい。ちょっと開けてみてください。よいしょ。フルーツはこんな感じですね。実としてはこういうふうになってるのかな、多分こう、こんな感じで。プラムパウダーがついてますね。多分これにつけて食べるんだと思います。じゃあ早速ですけど、剥いていきたいと思います。僕自身も食べたことないです。ちょっと切ってみます。はい、中はこんな感じですね。切り方はリンゴと同じように切っていくみたいです。こんな感じですね。ここをちょっと落としてもらって、はい、ちょっと1個食べてみたいと思います。ああ、リンゴっていうより梨ですね、これ。まあ、リンゴ、面白い味ですね。爽やかで美味しいです。何ができるかわからないですけど、これでも日本ではほとんど見ないですよね、このフルーツは。多分相当百貨店に行ったら売ってるのかな。まあ輸入するほどでもないのかもしれません。まあちょっと失敗したけど、まあ確かにリンゴと同じようなね、こういう飾りをしても面白いのかもしれません。今日は、レッドローズアップルのご紹介動画でした。皆さんもよかったら、海外に来られたら、食べてみてください。ちょっと日本では僕は見かけたことないですけど。はい、今日はレッドローズアップル
の紹介でした。はい、よかったらチャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。他にもたくさん動画上げてますんで、よかったら見てください。